はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、今ね、近鉄大阪線の名張駅に来ております。はい、ということでね、名張に来たらということで、なんか通過する火の鳥、見えない。名張に来たら離郷チャレンジということでね、はい、今ね、時間がですね、これ10時50分なんですよね。もうすぐね、火の鳥と島風の離郷が今日は取れるはずということでね、はい、ちょっとね、せっかく来たんでチャレンジしてみたいと思います。まあ今のところ全敗なんでね、ちょっとね、頑張りたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。ということで、久々に、まあね、なかなか難しいところではあるんですけど、名張と名張第1号踏切の間が一番理想なんですけどね。どっちに名張駅で陣取るか、第1号踏切で陣取るか難しい。前ね、以前他の人の動画見てたらね、バッチシ名張第1号踏切で離郷してたんで、ちょっとね、羨ましいなと思ったんですけど、ちょっと行ってみましょう。第1号踏切もね、歩くのが大変なんですよね。歩いていかないといけないんでね、ちょっとこっから狙ってみようかな、離郷。ここあり、ここの駐車場ありだと思うんですけどね。さあ、今ちゃんとね、これガードラー付きがいますね。ガードラー、シールドチャバッチシついてますね。この駐車場で取り場良かったら取るんですけど、ちょっと悪そうやな。やっぱり踏切か。さあ、名張第1号踏切に来ました。ということで、いつもの場所ですね。ここのカーブがもう最高ですからね、やっぱり。まあ、先に伊勢島ライナーが来るのかな。ちゃんとガードラーついてるやつがありますね、ここに。ガードラさあ、伊勢島ライナー、今日は9月15日金曜日。さあ、赤が来るか黄色が来るか、どっちかな。最高な取り場やね。11時11分ですね。間もなくなんですけど、伊賀神戸、火の鳥が伊賀神戸手前ですね。これ火の鳥ですね。そして島風が三本松手前ですね。ちょっと火の鳥の方が早いような感じするんやけど、大丈夫かな。ドキドキ。さあ、間もなくです。
ードラーがついてましたね。ガードラーって俺しか言わんかな。シールドがねついてましたね、ちゃんとね。さあいよいよ離合が始まります。火の鳥が桔梗ヶ丘手前、そして火の島風が赤目口、結構いいんじゃない？良さげ良さげ良さげ。さあお願いします。間もなくなるよ。スタンバイ。チャレンジ。そして車。いいんじゃない？いいんじゃない？結構いいんじゃない？いいんじゃない？ちょっと離合行ったんじゃない？これ。これ。イエーイ。イエーイ。これ離合したんじゃない？いや、結構悪くないと思いますけど、どうでしょうか。はい。はい、ということで、まあ僕の中では一応成功なんですけどね。はい。もうこっちで離合しましたね。こっちで離合すると もっと良かったかもしれないですけど、こっちで離合しましたね。まあ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  OK でしょう。はい、ということで今日は離合成功ということでね、初めてじゃない、やりましたということで、今日はこれで終わりたいと思います。こんな動画ですいません。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ヒューヒュー我が母校も喜んでますよ、そこで。ありがとうございました。